75式 130mm 自走多連装ロケット弾発射機は広範囲に展開する陸上兵力の制圧を目的とした陸上自衛隊の自走多連装ロケット砲である1975年に制定採用された略記号は 75MSSR-73 式装甲車の試作型水藻機式の車体に 75式 130mm ロケット、榴弾の多連装ロケット弾発射機を搭載して開発された。1969年より開発を開始し、1973年から実用試験が行われている。1977年より計66両が調達された。1両の調達価格は1983年において2億2000万円である。 73式装甲車の小松製作所製試作型で、ある、水を元にした車体に30連装のロケット弾、発射装置を搭載している。発射装置は、上から順に7列、8列、7列、8列を重ねた変則的配置となっており、各発射軌道が単純には、並んでいない形式になっている。車体は、左右50度、最大行角50度である。 ロケット弾発射装置のほか、車体全部右側の車長席には 12.7mm 重機関銃 M2 が装備されている。この機銃下は、ロケット弾の発射時に車線を妨害しないように、射撃時には真横に倒すことができる。搭載する75式 130mm ロケット榴弾は、4枚の固定フィンを持つ重量 43kg の 単弾固体燃料ロケットであり、単発もしくは0.4秒間隔の連射を行う。なお、有力安定式のロケット弾であるため、射撃時は風の影響を受けやすい。そのため、射撃精度の向上を狙い、射撃前に同行している75式時装置上風、測定装置により、風力、風向などの観測による、初限調整後に、ロケット弾を発射する。出典 防衛庁。正式要項75式地走多連装 130mm ロケット弾、発射機 x c 5 0 0 4 2004年1月14日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年6月9日閲覧。初原性能砲弾、創薬主に北部方面隊の第一特化弾、四段特化部隊などに配備された。例外として、北部方面隊以外では、唯一、 第3特化軍が装備していた。装備部隊の廃片や75式自走 155mm、榴弾砲、多連装ロケット砲システムへの置き換えなどにより、2003年頃までに全車退役した。なお、一部駐屯地では展示用として、退役車両が現存する。射程の関係上、実弾射撃が行えるのは、ヤウス別演習場に限定されていた。 ありがとうございます。